パストール・ガリフィアーノ、パストール・ガリフィアーノは、スペインのカナリア諸島、ガリフィア自治区原産の牧羊犬種の一つである。別名は、ガリフィアーノ・シェパードなど。15世紀に誕生した犬種である。原産地に入植した人々が連れてきた古代犬種が、元で、それが孤立した狭い環境の中で純粋を保って、ガリフィアーノになった。主に牧羊犬として、 羊を誘導、管理するのに用いられた。その他、家を見張る番犬としても重宝されていた。家畜を夜間に見張ることもできるが、攻撃的な性質が薄いため侵入者に吠えて、警告し主人に知らせるだけで、いわゆる森畜犬ではない。長らく純血を保ち、原産地を代表する名犬として、地元で親しまれてきたが、19世紀に、 ジャーマンシェパードドッグが輸入されるようになると、その状況は一変した。訓練性がガリフィアーノの倍高く、これゆえ、だんだん牧羊作業はシェパードにとって変わられるようになってしまった。このためガリフィアーノの需要は減り、さらには、能力向上と銘打ってシェパードとの無計画な交雑が進められ、純粋さを失い絶滅の危機に瀕した。また、 ガリフィアーノとシェパードは、組み合わせが悪く、交雑種には、ガリフィアーノにはなかった攻撃的な性質が現れて、扱いにくくなるという事態にも陥った。これを受けて愛好家は、ガリフィアーノの、犬種クラブを設立、戻し交配などを行って、シェパードの特徴を取り除いて、純粋なガリフィアーノを復元する作業を開始した。作業は、順調に進み、2004年に、 スペインのケネルクラブに犬種として公認登録された。現在復元作業はかなり進行し、ほぼ純粋なガリフィアーノの復元に成功した。しかし、まだ不思議には公認登録の申請を行っていない。今日も本種は希少な犬種であることに変わりはなく、まず原産地以外では飼育されていない。大半が実用犬として飼育されている。 筋肉質の体つきをしていて、首が太く、足が長く走るのが早い。胸は、やや広い。マズルは細めで、先が尖っている。耳は、飾り毛が若干ある立ち耳、尾は、ふさふさしたタレをコートは柔らかく厚く、少しウェーブがかった、ロングコートで、防寒性が高い。毛色は、茶系の色で、胸や、喉、腹部や、お先などは白い。 マズルにブラックマスクが入ることもある。体高はオス57から6 4トルで、メス55から6 2トル、体重はオス28から3 5ラム、メス24から3 0ラムの大型犬。性格は忠実で従順、物静かで落ち着きがあり、有効的である。仕事は、自信を持って、精力的にこなすが、それ以外の時は、主人のそばや、 自分の居場所におとなしく座っている。仕事柄により警戒心が強く来客に対しては、吠え立てるが、主人が気を許す者に対しては、好意的に接する。シェパードと比べると劣るとされるが、しつけの飲み込みと状況判断力は、他犬種の平均より高い。通常のしつけは難なく飲み込むが、一貫したトレーニングを行うことでより一層様々なことを学習できる。 ただし、知的なため飼い主に主人としての器がないと見透かされた場合は、言うことを聞かなくなることもある。運動量は多く、広い場所を駆け回ることも大好きである。ありがとうございます。